あなたは一体そこで何をしてるんだ。落ち着け。やつかと思ったが。あの人。あなたたちもこの男の知り合いか。いや、森田グループの会長なら顔くらい知っていても不思議はないか。ここで見たことは忘れることだ。ダメ、脈はないわ。あの銃を持った男の人、ここで見たことは忘れろって言ってたけど。避難所に行けば警察の人もいるはずよ。このことを知らせないと。おかしな空。Thank you.
ここまで来ればもう何も落ちてこないみたいね。ねえ、こんなに夕方って暗かったっけ？本当だ。電気のない街がこんなに暗いなんて。そうか。いつもだったら街灯の明かりがついてるから。なんだか寒くなってきたわね。今日はもう歩き回らない方がいいわね。どこか休める場所を探しましょう。震度7ですって。この地震により周辺地域では大きな被害が出ています。セントラルアイランドでは電気ガスの供給が途絶えており、島内の交通機関はストップしています。やっぱり歩いていくしかないみたいね。現在も懸命な救助活動が行われていますが、断続的な余震により作業は難航しています。セントラルアイランドでは西地区の被害が大きく、液状化や水没している地域がある模様です。水没ですって怖い。西地区にいる方は西第三中学校に避難してください。続けて東地区は。日が暮れるまでに着きたかったな。それにしても思ってた以上に大きな地震みたいね。大丈夫、きっと助かるさ。うん、そうよね、きっと助かる。本庄さんに。それにしてもトンネルで見かけたあの人がまさか森田グループの会長だったなんてね。森田グループってかなり大きな複合企業なんだよね。ちょっと話変えましょうか。ねえ、高坂くんって学生？この島に。春からこの島の大学に通う予定だったんだ。そうだったんだ。大学でも高坂君のこと少し分かってきたかな。本庄さんに何か質問してみようか。本庄さんって、本庄さんってどこに行こうとしてたの？この島から出て行こうとしてたの。ちょっと前までは
看護師をしてたんだけど、どうしてもやりたいことがあってね。やりたいことって何？え？まあそのことはいいじゃない。ところで、いや、なんでもないよ。そういえば、今日はもう寝ようか。そうね。でも高坂くんがいてくれてよかった。それじゃあ、おやすみなさい。晴れてよかったわ。これなら今日は避難所に行けそうね。いつまた地震が起きるかもわからない。油断しないようにしないと。君って慎重なのね。でも言う通りだと思うわ。さあ、行きましょう。
ねえ、あのホテルにいた人、見えなくなったけど大丈夫かしら。大変だ、助けに行こう。そうね、行きましょう。Thank you.